7番以降のバッターで4本のヒットを許したというのがやはりベテランの宮本としては腑に落ちないところでしょう。さあそして山口俊締めくくるべく9回の表のマウンド、簡単に2球でピンチヒッター榎本を追い込みました。フォア落としまして1ボール2ストライク。打席は九州国際大学附属高校出身2年目の榎本ですが、三塁側のファウルフライ、勝ち越しのタイムリーヒットを放った藤田が取ってワンアウト。ポジションの交代、藤田がサードに回りました。ショートに梶谷、こちらは同点のタイムリーを打った金城、そして金城のヒットでホームへ帰ってきた梶谷。鶴岡がさらに追加点の長打、タイムリーのスリーベースがありました。9回の表に入っています東北楽天、ワンアウトランナーはありません。代打構成ガルシア、あいいスライダーですけどね、ハーフスイングを取りました。54キロをマーク。山口も6月3日先週の日曜日に西武ドームで、西武をマークしましたけれども、それ以来の登板、1週間ぶりの登板です。3球三振、150キロ台を連発。